J. ベッケンスタインはアメリカのサクソフォン奏者、作曲家、音楽プロデューサー、そしてスパイロジャイラの共同創設者である。彼はニューヨーク州サファーンにベルトラックススタジオを所有していた。J. ベッケンスタインはニューヨーク州ロングアイランドでユダヤ人の家庭に生まれた。母親のロレーヌはオペラ歌手であり、父親のレナードは大のジャズ好きで赤子の頃からチャーリー・パーカーや、 レスター・ヤングを聴かされていた。ニューヨーク州、ファーミングデールに引っ越し、5歳でピアノを弾き始めた。7歳になると最初のサックスを与えられた。高校3年生の時、彼とその家族はドイツへと移住。1969年にニュルンベルクのアメリカンスクールに通い卒業した。彼はドイツにおけるユダヤ人であることは当時ポジティブに捉えていたと話している。しかし、 彼は彼を訪ねてきて二度と戻ってこなかった SS、ナチスの制服を着た年配の隣人の古い写真をかつて見たことがあると覚えていた。1973年にニューヨーク州立大学バッファロー校から音楽の学位を取得。1974年トランペット奏者のディジーガレスピーのバンドメンバーに加わりプロ活動を開始する。1977年に スパイロジャイラを結成。やがて19歳のキーボード奏者、トム・シューマンを採用し、デビューアルバムを録音した。しかし、資金不足のため、彼らがそれを配って10万枚を売るまで、このレコードが彼らの最後のアルバムになる予定だった。そこから、彼らは、レコード契約を結ぶこととなり、1980年に、次のアルバムをリリースした。2000年に、ベッケンスタインは、 最初のソロアルバム、アイコンタクトをリリースした。これは、トップコンテンポラリージャズアルバムで23位を記録している。ベッケンスタインは、アメリカのプログレッシブメタルバンドである、ドリームシアターのアルバム、イメージズワーズ収録の、アナザーデート、アルバム、メトロポリスパートに、シーンズ・フロム・ア・メモリーからのシングルバージョンの曲、スルー・ハー・アイズで、サックスソロを演奏した。また、 ライブアルバム、Once in a Live Time の Take Away My Pain やライブシーンズフロム from New York におけるパフォーマンス中のアナザーゲーでもソロパートを演奏している。ベッケンスタインは離婚しており、3人の子供がいる。ボブ・ジェームス・ドリーム・シアター・ジェイソン・マイルズその他、ありがとうございます。